はい伊沢さんおはようございます。おはようございます。はい、ます今日はですね、はい、あのー、我々これだけ富里ゴルフクラブさんにお世話になっておきながら練習打席初めてなんですけれどもそうですねはいちょっと車でやっぱり来ないといけないっていうのがあってそうですよね、はい、普段アプローチの方が、うん、まあコースだったんでまあちょっとこの離れてるところに来なかったんですけどでもなんかいい練習場です、ね、いいですよね、はい、私も初めて来たんですけれども、はい、すごいなんか 落ちているとこいわゆるなんか全部が天然芝なんで落ちてからのねあれもわかるしバンカーのやっぱりこの配置というかこれやっぱ綺麗ですよねやっぱこの白の感じがそうはいう練習場もこんだけのクオリティがあるのが素晴らしいなと思ってますけれども、はい、今日はですね伊沢さん、はい、まあアイアンと言いますか、はい、あのうちの甥いっ子がね、はい、あの初めてクラブ手にして、はい、伊沢さんに2回教えていただいただけで初、はい、ラウンド105はい とんでもないなんかスコアで回ってきてもう僕もびっくりしましたいやもうなんかね成長が凄まじいんですよはい <laughs> 一体何を教えたのか <laughs> 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 ちょっと はね、これは私もね習わなきゃいかんなと同じことを。はい、<laughs> ということでですね是非、はい、ちょっとその時の再現といいますか、まあ、それも含めてもちろん私のようにキャリアはあるけれども意外と実は基本のところおろそかになってませんかっていう人も 多いと思うんで、はい、そういう方向けにですね伊沢さんのレッスンをもう本当になんか今日グラブ初めて持ちましたっていう方も含めてのちょっとレッスンをお願いしたいんですけれども、はい、よろしいでしょうかはい分かりましたそのやっぱさんのおいっ子さんにレッスンさせてもらったやつも実はこれ全員同じことをやるっていうわけでもないんですよあなるほどなので、まあ、まずその時のレッスンでいうとまずもう何でもいいんでまずは何も考えず 何回か振ってくださいとでその時の,、まあその体の使い方だったりとかクラブの挙動だったりとかそういうのを見て、はい、あじゃあこういう風なやり方がいいなっていったことをやってってるんで、まあ、必ずしもこう皆さんに全部が合うかっていうとそういうわけでもないですけどただまあその中でもこれはやっぱり持っといた方がいいよねっていった部分を少しそのレッスンの中からちょっと抜き取って。 少しお話ができればと思うんですけど、そんなようなイメージで,で。わかりました。はい、お願いいたします、はい。で、まあ、何をやったかというと。もう以前動画で上げているのと共通しているやつもやっぱあるんですよ。はい、それこそ、あのアプローチの、そのまあ、基本というか。はい、まず、これを知っといた方がいいよねっていうのは、その。のそうです、ね。イメージですよね。はい、はい、これちょっと、貼っときますからね。はい、うん、これもちょっとみんなに見てほしい。うん、あれってアプローチでもそうなんですけど、あのショットでも一緒なんですよ。 それね、はい、伊沢さんによく言われるんで,で私もやるんですけど、はい、うまくできないんですよそうですよね。はい、でこれがアプローチとショットで少し、まあ、まあ変わるというか、はい、こういうふうにやった方がショットの方はまがちょっとうまくいきやすいですよもちろんアプローチでその動きをやっていただいてもいいんですけど、はいえー、その部分がまず一つとでもう一個はこれもごめんなさい動画で、はい、あの少しお話し触れたと思うんですけどもうとにかく。 脱力することなんですよ。脱力難しいっすよね。はい、まあ、そのやっぱ緩みと脱力の、まあ、この違いっていうところが結構また難しいところではあるんですけど。おそらくカーさんの甥っ子さん、多分忠実に守っていただいて、多分この二つが大きいと思うんですよ。確かに、手首柔らかいです。使い方が、はい。柔らかく使って。すごい思いっきり、こう、なんていうんですかね。まんぶりというか。はい、振りすぎるっていうのが、あんまないはずなんですよ。ないです。はい。 一切なんか飛ばそうというね所作がないんですよそうですよねでも飛んでるんですそうなんですよね、はい、でじゃあその今の2つの部分をじゃあ何をしているかっていうとどちらかというとクラブをしっかりまず振ることから始めてるんですよクラブをちゃんとこう効率よくまず使えるようにしましょうよっていうところから入っていってるんですねで。 大体やっぱりその体を使おうとかっていうのが、やっぱり皆さんその使わなきゃいけないっていうのが、まあどこかの,あの頭の中にあると思うんで、そっちがどうしても先行してしまう。クラブうまく使えてないのに体を強く振ると、それこそこうタイミングが合わなくなったりとか、はい。で逆に球がばらついちゃうんで,で、まずはクラブをもう本当に効率よく、とにかく使っていく。はい。極端な話、もう体は回さなくていいぐらいのイメージでいいと。 まず最初は構えといて、もう体まっすぐなきぐらいで、こう体まっすぐなきらいで、体まっすぐなきらいでこうやって打っていくる。もうそれこそもう手だけでみたいなぐらい、まあ、なんかもう傾斜でで、ね、打ってるような感じですよね。今でもちろん今の動きに釣られて自然と体が動くのは多少はオッケーです。 オッケーなんですけどもう体を思いっきりもう回してとか右に左にとかっていうのをまずやめた方がいいですまずは先にクラブを動かすことを覚えるそうですクラブを動かしつつで体を回さないってなると一つ利点はそれはやっぱ軸が意外と安定するんですよこれやっぱ右にも左にもこうやってずれないんではいなのでこのクラブをしっかりとこう 使うっていうい意味ではやりやりすくなるんですなるほど。はい、で元の方でも述べたようにアプローチのこのヒンジの、まあ、このグリップエンドを視点とした感じでのまあこういう使い方ですよね。うん、っていうのをしっかり意識しながら体を止めといてあとはできるだけこのクラブを上げたらもう脱力してクラブを上げたらもう脱力して。 クラブを上げたらもう脱力してあげるちなみに今伊沢さん使ってる番手ははいこれ今9番,や9番、はい。9番で今のいや手だけでどれぐらい飛んでるんですか今のでキャリーで124ぐらいですね色ないですね <laughs> そうですねで今そんなもん全然振ってないんでそうですよね、はい、軽く手だけでちょんって振って、はい、いや普段絶対9番です そんな行かないんで私。<laughs> <laughs> なるほどですね。はい。なのでまずやっぱりこのクラブをあのまあ、正しくというか効率よく使うっていうのが非常に大事だとは思います。まずはクラブ。はい、そのじゃクラブを手だけで使うのコツと言いますか。はいはい。はい、あのまあ、まずこのテイクバックに関しては少しこのやっぱヒンジ系っていうのがやっぱ相性がいいと思うんですけどおそらくここからうまくいかない方 はこういうふうに逆にやっぱりこう使っていく方っていうのが多いと思うんですよ。あのこれはこれでまあやり方があるんでいいんですけどまあこれに行くよりもまずこのヒンチがしっかり入っていったらそこから極端な話を言うとクラブヘッドを上に持っていきます。真正面の上に真正面ぐらいのまあ極端な話をしたらこのイメージです。はい で、体が回ってないと今のだとちょっとやりすぎてるん、はい、で少し、まあ、斜め上ぐらいにクラブを持っていく、うん、そうするとこのグリップエンドが大体の方はハンドファーストしなきゃいけないって横に流れるんですけどグリップエンドの視点にちょっと動いてきて流れないはいああ<ー>それでいてフェースローテーションがしてないんですよあ本当だわはい大体振り返い、はいはい 打ちってこう返ってしまったのっていうの多いんですけど、はい、それを今のように使うと本当だスクエアのままだ変わってないですよね、はい、っていうイメージでクラブを使っていってあげると。 最初はもう今ぐらいの振り幅でいいですかはい、今ぐらいの振り幅かれそれか、まあこれ今ショットなんであえて僕ちょっと振ってますけどで小さくてもいいと思いますうんうんうんもう本当に十ヤードとか二十ヤードぐらいいんで二十ヤードぐらいいいんで二十ヤードぐらいいいんで 形は同じです距離変わってもはい一緒ですでもちろんこれあのアプローチでも使える技術なんですけどあのすごいショットでもこれは使える,使える技術そうするとその手元がこうぶれないんで要はその視点的な感じでこうクラブを使えていてきますとで、まあ、これあとまあその身長だったりとか腕の長さだったりとかによってまたここ変わってくればあると思うんですけど最初のうちは 少し低い位置からそこに持っていくっていう意識の方がいいと思います<ー>、はい、なので少しインサイドにこう上がる感じ手が低い位置に行っていただいてもいいと思いますかわない、はい、そこから先ほどこの上に<ー>なかなかこう外目の高いところからそっちに持っていくっていうのは少し難しいので、はい、低い位置から少しインサイドで上がってもいいんでそこから 今ちょっとこう捕まりすぎた感じになりましたけどしっかりとボールが捕まってます、ね、捕まってくれてちゃんとこうヘッドが走ってってくれるんで、うん、ヘッドスピードも速くなるんですよちなみにさっきのクラブデータってれてますかアタックアグルどれぐらいマイナス5度というかは5度ダウンブロー。ということは今の打ち方をしてもしっかりダウンブローで捕まえれてるっていうことなんですよねそうですね。 だからどちらかというと、まあ、この今低い位置からこうクラブをちょっとこう引っ張ってくるような動きになってくるんで低い位置から引っ張って,っ張ってくる、はい、で上に抜いていくでここの部分でこう引っ張ってくる感じでこう入ってくるとクラブヘッドって少し上から入るんですよ、はい、でも逆に皆さんはこの引っ張りがないんで落ちちゃうんですよね、はい、だからダウンブローに打てないそしてどうしてもこうやって起き上がってしまうとか あとは、まあ、右にスライスしてしまうとか。はい。っていう、まあ、そのエラーが起こりやすくて。で、そのまま、体を、こう、回していくか。もう、回しすぎて調整するか。こうなってしまったら、あとはもう、返すしかないですよね。そうですね。はい。だから、このパターンが多いと思うんですよ。うん。はい。そうすると、こう、まあ、再現性だったりとかっていうのが、 あの悪くなってしまったり捕まえる動きだったり逃がす動きだったりちょうどタイミングがあったりとかっていうこの3つのパターンが出てしまうんで,はいでこの幅がすごい広くなっちゃうんですよそうするとすごいゴルフって難しくなるんではいだからまずはこれをできるだけ大きくならないようにあのまあ多少のまあ始めたばかりの方とかあのでも本当にね一発目からこれもう。 いやもう健太郎はそれしか知らないので <laughs> はい確かにねフルショット見たことないですね彼のそうですね基本まだフルショットに多く行ってないんでもうそこの動きだけですでこれができてきてそこから初めてじゃあ少し体を合わせていきましょうはいなるほどなので先ほどのじゃあの話ここに行けましたと、まあ、これはちょっと言い過ぎかもしれないですけどあえて極端にここにさせてもらいますここから体が 回ってったらどうですか。ああ<ー>、なんかそれっぽい位置ですね。くるじゃないですか。はい、はい。なのでこの動きと体のこの回転っていうのがミックスしてくればフォローするもいい形できて、ってそのゴルフクラブもすごいこう効率よくというか楽に使えてくる。ちょっとじゃあそのまあハーフ。 それからまあ、スリークォーターフルショット、ちょっと三つ見せていただいていいですか。はい、どんな感じに進化していくのか。構えといて。ほら、はい、ハーフブ。はい すごいスリークオーターで、はい、いい球だありがとうございますそうするとこう全部同じようなこう出玉にこう揃っていく感じに なっていくじゃないですか。だからああいう出玉がちゃんと揃うための動きって何なのかなっていうとまあ今みたいな動きをした方がまあこう揃ってきやすい、はい、最初まあ手だけの意識でクラブ使っていくじゃないですか。はい、でまあ徐々に釣られて体を使っていくんですよね。はい、徐々が分かんないんですよ。はい、<laughs> <laughs> 徐々に使う体を使う徐々を教えてください。はいはい まあ、上より使って、まあ、基本的には、やっぱその、どちらかというと、まずは回線の動きの方が皆さん多分、イメージが出ると思うんで、で、基本的には、その、回っていくのって、その、まあ、股関節だったりとか、あとは、まあ、肩関節だったり、あとは、その、まあ、背骨の、この、まあ、水落ちの後ろ側のまあ胸椎だったりとか、っていうのが、まあ、主な、こう、回るポイントなんですけど、自分のイメージしやすいところだったら、どこでもいいです。少し、こう、肩を回してこう、股関節を回してこう。 でえー、背骨のその共通を回していこう。どこでもいいんですけど、それを自分の中で、まあ、数値化していただいてもいいですし、いや、そこまでちょっと細かく難しいよって言ったら、もう本当、強か弱かでもいいですし、弱、中、強みたいな感じでもいいんで、じゃあまず、さっきの動きから、まあ、結構その背骨を回すっていうのは結構あのイメージつく方が多いんで、背骨からでもいいと思います。背骨を、その徐々にまずじゃあ弱でいこうかなと。 自分の中の中感覚でこれは構わないです、ね、なるほど、はい、まあ例えば3段階でいくと弱からこう回して打っていくで弱で打ってもこのクラブがちゃんと使えてる感覚があるかどうかっていうチェックをしていただきたいうんで <laughs> あこれは弱でも大丈夫だなじゃあちょっとスピード上げて中でいこうでここでも大丈夫だなでやっとそこで今度強に行けるといきなり強に行くんじゃなくてはい なるほど段階を踏んで,、はあはあ、でこのスピードが速くなればなるほど結構難しくなるんですよ、はい。何が変わるかっていうとこのじゃあ今クラブを上に上げていく、まあ、このポイント、まあ、リリースポイントをした時にゆっくりの場合は遅くてもボールにこう当たるちょっと寸前とかで間に合ってくれるんですけどスピードが速いと。 同じところでこう使っている感じだともう間に合わないですよちょっと振り遅れてしまうんですよ、はい、だからちょっとこれが早めに早めにリリースをしていかないといけないよねとか<ー>はいでしかも体を回しながらそれもやらないってなるとあやらなきゃいけないってなるとそのスイングの中で2つやらなきゃいけないんですよ、うんはい、でなんでじゃあまずはこの体回さなく回さない方がいいかっていうと まずはこのクラブの動きこの1個だけに集中したいんです最初ははいでゴルフ上手い方まあプロでも強い方っていうのはそこはすごいシンプルなんですよいろいろ考えすぎないですやるべきことをしっかり明確化してまずそれをできるようにやっていくとでそのトッププロがそういう一つのことをやっている中 じゃあアマチュアの方とかじゃあ特にやり始めた方とかっていうのはもう何個も何個もやろうとですいやもう,もうまさにそう思っていい<や>よ。どこでとか。はい、で体どんぐらい回さなきゃいけなくてどこに上げてとかっていうふうにやるじゃないですか。はい、っていうのがちょっとやっぱ多すぎるかなと。まずはクラブの動きをしっかり使うことだけに宣伝するさっきみたいな使い方とかあとは。 まあ軽いものとかでもいいんですけどこれをもう,こう早くポンとこう振ってあげるような腕だけで,でもいいんで、まあ、そういうこうクラブをできるだけなんかこう効率よく楽にまあこうやってクラブを回すとかでもいいですし何でもいいんですけどそういったことをとにかくやられるとなるほどねいいのかなとなだから川辺さんのおいっ子さんの場合は結構やってることが少ないです、うん いいやもうう本当確かにそうですよねはい、なんでまあ本当であれば多分こういう動画だと、まあ、こういっぱいこういうチェックポイントがあって何個も何個もこうやってあった方がいいのかなっていうふうに思いがちかもしれないですけどあの実はそれが少ない方がいいっていうことを僕はこの動画でお伝えしたいなと。なるほどねはいでじゃあこのクラブの動きができてきたらここはじゃあそんなにもう考えなくてもできてくるよねと。 なるほど、はい、まずそこを一回染み込ませないとそういうことですじゃあそしたら少しこう体を使っていく段階に入ってそれも弱からですと、はい、っていうのを一個一個やっていくんですよ結構皆さんいきなり上手くなろうとしちゃうんでそうなんですよいやあのね、はい、正直あのアプローチが、はい、結構いきなり上手くなったんですよはいつい欲張って アプローチの方がまあその動作が小さいですからねそううこか,そからもうポンってこうやってできますけどショットってなるとやっぱりこの上がっていく、まあ、この遠心力だったりとか、はいまあ、体の動きも大きくなりますしそれこそ軸もちょっとぶれやすくなったりとかするじゃないですかはいなのでその部分をしっかりと押さえてでもっとことんその。 しかも1回のレッスンが多分30分ぐらいなんで、はい、だから2回だと1時間ぐらいしかやってないんで,すよそうですよね、はい、だからもう本当そこしかやってないですいや言われてみたらでも確かに手しか使ってないかもしれないですね彼は今はいこのしっかりとこうクラブが、まあ、体に巻きつくじゃないですけどっていう動き逆に言うとだからクラブは使えてるそういうことですねにしてるののは一個だけでやっぱりこの手が 球線の方にこうスライドしてしまってクラブヘッドがうまく走ってこないことっていうだけ NG にします。なるほど。はい。わかりました。ちょっとまだまだ聞きたいこといっぱいあるんで、はい。じゃあちょっと一旦ここで締、えーはい、めていただいて、はい。次に移りたいと思います。はい。わかりました。はい、はい。ありがとうございましたアンダーパーゴルフクラブ、えー、このチャンネルではですね、えー、僕の得意としている。 ウェッジを中心とした内容になっておりますチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします